に柴田が魂を見せん。思ったより早く見つかったね。信草は先行しすぎておらんだろうか。と、武田軍がもはやここまで。ひるむな。敵の戦法を突き崩せ。しまった。備えを怠るとはうかつだ。体勢を立て直すまで救援願いたい。武田の動きがこうまで早いとは。ここで無理に押すべきではなかろうな。体勢を整えぬままの遭遇戦ではやがて我が方に不利となりましょう。さすがは武田軍、立ち直りが早い。やはりこのままでは崩されかねん。この場はお引きあれ。なあ、何があろうと殿をお守りせよ。引き始めた。妥当な判断だが、家康はここで打っておきたいところだな。このままおめおめと引き下がれようか。あれは武田を阻む壁とならん。皆一丸となってここを守るのだ。開門。蹴散らして進むしかあるまいが、なかなか難儀な相手のようじゃねえ。よい。例の端々まで士気を高め、家康とはそれほどの勝負なのか。行きましょう。娘には逃げられてございます。仕方ないね。徳川の残党を片付けつつ家康の後を追うよ。しくじったか。あれが徳川の忍び服部忍君か。無断ならぬ相手だな。開門。殿を送り届けたら直ちに戻る。皆それまで持ちこたえよ。武田何するものぞ。我が命に代えてもここは守り通せ。その手の向上にも飽き飽きした。早々に型をつけさせてもらうぞ。元忠殿、お待たせいたした。共に武田を打ち払いましょうぞ。我ら三河武士、殿の御為とあらば命などを惜しむものではない。この連中は
神がどうなろうと断じて通さぬ。さすがは武田、ここまで。だがこれ以上は進ませぬ。三河武士とは無粋なことである。一度舞台から降りたにもかかわらず舞い戻るか。これで敵も少しは諦めてくれたかね。さて、大詰めじゃが。開門！ここまでだ。この本田平八ある限り、殿の元へは断じて行かせぬ。やれやれ、やぶをつついたら蛇どころか鬼が出てきたよ。勝利条件変更。ここが踏ん張りどころぞ。まもなく体勢を立て直した味方も戻ろうぞ。追ずるな。やれやれ、さすがにうんざりしてきちゃった。さすがにここらで打ち止めだといいんじゃがね。そう、打ち取ったり。せっ、本田平八郎を戦つ。そして参る。次はそう、こそが天下無双のもののけよ。落とさない。結局家康には逃げられたか。とんだ骨折りじゃったね。されど武田の部位を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。